今日終わったらちゃんとまた予定立てようね。ん？ん？ん？あれ完結させる気ない？失踪？うぷ主失踪シリーズってやつや。そうやな、結末は画面の前の君の目で。そういうゲームもあるけれども。確かめてくれよな。散々いろんな人ゲーム実況上げてんのに。私たちはやりませんけど。まあ自分の目で確かめることもマジで大事よ。まあね、だから私たちも自分の目で確かめなきゃいけないんだよ。ここまでやって。受け取り方ってやっぱそのな、うん、見てる見てて感情移入もできるけど、うん、実際にプレイしてこう臨場感ある中でやるのとまた別やと思うから、まあね、うん、やっぱり自分の手でやってほしいな。うん、じゃあ自分の手でやってもらおうか。そっか、俺全部乗っかってるだけやったわ。そう言ってる俺が一番乗っかってたわ。ズッキー自分の手でプレイはしてないっていう。そう、俺の手でプレイはしてないから。横で同時進行進めるかも。今から間に合わせるのにどんだけ時間かかるんだ。追いかけるか、動画見ながらいけるやろ。無能さんの。無能さんのかい、自分たちの見ろよ。ほらいつでもできるぞ。そんなこと言うてんとさ、うん、早いやろ。録音できますか？できますか？録音してますよ。あ、してるんかい。、はい、じゃあやりましょう。してますよーだ。はーい、じゃあなんかいけるだろう。ゲームスタート。さあ続きやるか。どこからですか？わかりません。ほんまにどこからなんですか？え、これ誰してん、そもそも。今誰してんな、蝶沢さんか。蝶沢さんのね、 なんかさ、うん、蝶沢さんを探さないとあかんくて。あ、そうだ、シギマン春江さんの視点かな、これは。で、うん、そう、カイリヒタが、うん、え、なかったけどぐらいのその人玉を感じて、うん、蝶沢真由がキエズのアンドンの、うん、かしり主。そうだね。そうで、うん、で、で、うん、なんか探してんのよな、その気配みたいなのがどこなのかみたいなところなはず。うんうんうん、で、あ、そうだよ。で、私たちの力で、それを知るために、そうそうそう、それを知るために、そう、蝶沢真由のストーリーをやって、うん、で、それが工場っていうのが分かったから。うん、走に行こうって話じゃない。そうだね。あとあれよね、春江さんの視点で、コピー機っていうかさ、ファックス使ったりさ、そうそうそうして、そう、除光液使ったりとかしてみたいな話だったから、うん、行くはず、行くはず。どうや、俺の記憶素晴らしいね。バッチリなんじゃないか。うん、あれで工場調べるんじゃないかな。工場、うん、この工場もしばらく稼働していた様子がないね。規制のために営業できなくなってしまったものかな。ほよ。中には受付もいるね。また言ってる。あ、うん、考えるか。あー、昼間だからかもしれないけれど、あまり不穏な気配は感じなかった。この辺に貸り主いるから、からそう、移動すんじゃないと思ったけどな。うん。調査終えたらどうなの？あ、調査終えたら一回ここのパートが終わるんだ。あ、で、はい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 、あれ、蝶沢さんの視点が、そうか、開かれてて、蝶沢は、まあ、やって気づかせんのか今。じゃない、あれだ、ファックスを送った後かも、さっきのやつ。あれ、そうだよね、多分。途中、あ、だから返事が返ってきてんのかな、どうじゃない、見てみたらいいかも。ファクシミリ、あれ俺か。そうだよ。ファクシミリ、うまく届いただろうか。受け取った人は助けに来てくれるだろうか。おにょ、あ、あれ
シギマ邸に行かなきゃいけない？シギマ邸やったって。やったよね。そうそうそう。だから、あれ？探すんじゃないかな。探さないとあかんはず。そうだよね。ちょっと、あの、順応って追うね。うん、めっちゃファックス目の前に。あ？電話が。やってなかったのかしら。どうなのかしら。やったんか？うん？ああ、どうぞ。出てくれた前。待たせちゃ悪いからね。じゃあ、ごめんなさい。ちょっと失礼します。はい、シギマです。あら、これは。どうかしたかい？カイ・リヒタ。したかい、リヒタ。いえ、ファクシミリの送信音だったんで珍しいなって。あれ、受け取ってなかったみたい。今時ファクシミリとは古い。おお、これがファクシミリ。すごいぞ。こうやって出るんだ。初めて見た。最新を行き過ぎてて、リヒタさんもうファクシミリの時代じゃないのか。次元を超越しすぎた。やばい。郵送なんてもう過去のものだね。これが未来かって言ってる未来は俺たちからしたら過去なんよな。なあ。もうファックスすらちょっと怪しいからね。ねえ。使ってるところはほぼ会社ぐらいなんじゃないって。そうだね。そう。こんなもので喜んでもらえるなんて。おお。出終わったようだぞ。いつまでも見ていられるな。目新しいもの好きか。かわいい。うん。ん？何これ、ペンで書かれた文字が。ほうほう、なんて書いてあるんだい。助けて、宝音寺橋近くの飛白石鹸の倉庫か工場に監禁されてるって。何、飛白？どうしてこんなメッセージがうちに。気味の悪いいたずらね。いや、さすがに偶然にしてはきな臭すぎる。まあね、飛白操作してたとこだからね、こっちはね。うん。秘術を目の前にちら目の前にちらつかされた今の飛白なら、関係者の監禁くらいやりかねないしね。とりあえず行ってみよう。何もなければそれでいい。まあ操作は足ですよ。自らの足で。稼ぐもんや。行くぞー。これでようやく何回進展するわけか。そう、何回あの工場を調べてうんってなったことか。なんか前回の時は、ここなんやけどな。そう、おかしいなーって分かってはおるんやけど。そう、でもこっちからしたらね、ファックス見る寸前で止まってたんか。そうだね、多分。よし、調べてみたら、あの廃工場は飛白のものだったよ。宝音寺橋近くの飛白の廃工場。条件は完璧に満たしているね。ファクシミリで助けを求めた人が、あそこに？ちょっと探ってこよう。何もなければすぐに戻る。あれ？これリヒタさんとマユさんの会話になってしまう。でも、鍵がかかっているんじゃ。なーに。ちょっとした鍵なら開けられる。技術くらい持ってるからね。おお、鍵開け技能をお持ちか。まあ、恐ろしいのね、プロタン。わかった。気をつけて。久しぶりに聞いた。プロタン。プロタン。探しておるんや、まだ。これでこれで待ってたら来んのかな。かな、多分ね。時系列的にはあともうここだけだもんな。さあ。長沢と海の開口。最高、二人ともズッキー。俺か、お前だったのか。俺たち入れ替わってる。助けは来るだろうか。さあ、どこでどう待ってたらいいのかな。ひつまぶちはこれは同じや。どうすればいいんや。美味しそうやね、ひつまぶしね。他に気になるところ別にないもんな。そうだね。
お顔です。弱音なんか吐いてる場合じゃないぞ、ジョーザマユ。待ってろ、こんなところすぐに脱出してやる。いいね、考えるか。考える、うん、お、そういえば呪詛玉を手に入れた際に聞こえた蘇りの秘術のルールも思い出したけど、他人を呪い殺して魂を集めることで蘇らせるなんて論外だ。お、他人を犠牲にして蘇らせたりしたって、あいつはきっと耐えられない、そういうやつだ。はあ、よくわかってるな。というかこんなものは最初からなしだったんだ。そもそも私らは突っ張ってた砂利の頃からいつ死んだって構わない生き方を自分で選んできた。命が惜しくて踏んだアクセルを緩めるようなダセい生き方をしてたら、お互いこんなに惹かれることはなかっただろう。だからいつだって覚悟はできていた。自分でもあっさりしてるもんだなって思ったけど、それが私とあいつの信頼なんだ。だから蘇りなんてクソ情けねえ真似しなくて済んでよかったって、今になって思うよ。はじめ、めちゃくちゃいい関係じゃん、この二人。立派すぎる、良すぎる。でも苦しいね。苦しい、うん、変なのばっか持ってて、うん、うん、そうね。今まだなのかな。どうなろうな。うん、もう一回考える。ここで私ができることは全てやり終えただろう。あとは待つしかない。なるほど。なるほど。終了でいいんじゃない。そうだね。待つしかなさそうだ。おお。おお。終わった。なるほど。じゃあ他を進めないとあかんね。そうだね。こっちだね。じゃあ。これが、あれよね、名前を忘れました。あ、ねじまが、そう、亡くなるとこのチャートだったよな。うん。え。どっからが正解？わからない。駒畑橋で結構な選択肢はあったものの、なんか進んだ気はしてるんだよ、ね、うん、だから橋からにしてみる。多かったはず。うん、観念しろ、ねじま。橋は包囲した、もう逃げられないぞ。おいおい、そんな物騒なもん街の中で出すんじゃねえっての。こっち丸腰だぜ。あんたからも言ってくれよ、いつの間に日本の警察はそんな簡単に一般市民に銃を向けるようになったんだ。お前さんは大量殺戮兵器を持ってるってことになってるからな、何も問題ねえ。とはいえ昼間じゃ呪詛も使えねえだろ、おとなしく投降してくんねえかな。あれ、昼間じゃ呪詛も使えねえような素人って誰が言った？聞いてねえのか、俺が魔法使いだって。まさか黒魔術で本当に？んなもんでたらめたらあったりかますんじゃねえよ。お前さんが傾倒してた西洋黒魔術と今回呪いは全くの別物だ、専門家だろ。それにもし本当なら今日の日暮れまでわざわざ待つ必要なんぞねえだろうが。おう、日暮れまで律儀に待つって信じてもらえるなんて嬉しいね。
こっちも祝いがやられちまってもう後がないんですわ。そりゃいいことを聞いた。もう少し追い詰めりゃ諦めはつくな。おいおい勘弁してくれよ。そしたら何するかわかんねえぜ。そっちの若いのも何するかわかんねえぜ。そういうやつ。まあね。これで選択肢で変わんのかって話やけど、うん、あーこえこえ若い警察官も捨てたもんじゃねえな。いやねじまのさ、ここで見せるいろんな表情結構好きなんだよな。わかる、うん、いずれにせよお前がおとなしくしていれば済む話だ。まあ、うん、話をすんのは構わねえけどよ、まずこの物騒なもんどかしてくんね。こんなもん向けられてたら怯えちまってまともに話なんかできねえよ。これでダメだって言ったんだよな、確か言ったんじゃないかな。うん、だけどなんだろう、なんかねじまの話をこう受け入れるというか承諾する肯定するとかで発動条件とかだったら死ぬ可能性もあるよね。うん、まあまあまあ一旦じゃあ見てない選択肢にしてみようか。うん、いいだろう。エリオ、下ろせ。わかりました。じゃあ、妙な動きを見せたらすぐ飛びかかります。よ、それで頼むわ。あんがたよ、話しやすくなったわ。ポージングが変わっただけだったかもしれん。あ、かわいい。ファイティングポーズ。エリオ、こいつから目離すなよ。わかりました。調べてないか。銃を下げて少し落ち着いたか。あんま刺激してくれるなよ。でエリオの方が俺に対して思ってそうだからな。でこれで話を聞くのは同じなのかな。内容は同じやとは思うけど、うんうんうん、とりあえずなんかちょっとサクサクっと見てみる。うん、うん、好感度が上がった人間がどんどんなくなっていくの悲しいんだが、まあ、ねじまにはねじまでないろいろあったからな、うん、そうだね、とは思うけど、だまあ許されることではないな、うん、まあ自分勝手といえば自分勝手だからね。こっちか、じゃあなのかな。あここ以外だってあと今ないね、できるところはない、うん、じゃあ途中からで、さあ被迫訪問後からでいいのかな。一回こっちでやってみるか。うん、で被迫訪問なんてしたんだっけ。そもそもなんか魔女に会うんじゃなかったっけ。あでダメだったんだっけ。そっか、学生だしアポ取ってないからみたいな。うんうん、いきなり押しかけてもダメだったか。こうなっちゃったら今はもうできることはないのかも。うん、百本社がダメとなるといよいよ打つ手なしかな。あれ、あーよし進みそうだ、よかった。ん、どうかした。あっちから来る人。あお、スカイマスカイマだ。ん、あの背の高い人知ってるの。うん、ちょっと前に弓、あれ弓岡か、弓岡さん、はーい。おや、ええ、なになに。ガミオドウさんのマネージャーの弓岡さんですよね。お久しぶりです。クロスズ様。なんでそんな苦しいの。様なんだ、うん、え本当の主はミオちゃんだったみたいな。苦しんでる。奇遇ですね、こんなところで。
画名と弓尾か目を合わせようとしません。あなたとは目を合わせません。ミオちゃんを見てあからさまに目をそらしている。なんか怪しい。払われるって思ってんのかな。使い魔だからね。そう。どうですかその後は。きちんと修行に励めばもうあんなインチキしなくても済むようになりますから。インチキ師匠なんか。はあ。そこは抜かりなく。インチキ。クロスズ様こそ。息災で何よりです。こちら特に問題などありませんよ。もうどもりすぎだろ。ありませんってば。ああでミオちゃんに話せるのか。で何者なんだろう。使い魔ですよ。知り合いと遭遇したって割にはなんだか少し緊張感があるけど。知り合いじゃないですって。ねえねえ、どういうこと？前にあった現場でね、古い霊具の秘伝を持ってるって一族の方から怪しい調査が来て困ってるって。怪しい調査？突然画名道水源っていう霊能力者さんが来て。それなんか弓岡が最初に出してたよな。わあ、ズッキーに似てるキャラ。大きい家。そう、大きい家。大きい家とのなんか交渉みたいな時にさ、画名道水源って名前出してた気がするわ。マジ？うん。一年以上前のことですから。覚えてません。直線で最悪の気が出たのですぐに秘伝のお祓いが必要だとかそんな感じの。普通に押し込み強盗じゃないそれ。そんな通報があって対策室経由で私が派遣されて見てみたけど別に問題ないですよってなって追い返したっていう。ねえその時応対してたマネージャーさんがこの人。それは怪しいね。なんか探し物があったらしいけど、だからってインチキはダメですよって戒めて返したんだけど、正直言うと画明堂さんは霊感あんまりなさそうだったから相当不機嫌になって。なるほど、そういうやつか。あ、でも手広く活動してるみたいだから霊具とかには詳しいかも。画名道があれなのかな、夏江さんだっけ、山森。なんかその名前を使って家に押し入って、なんか必要なもんを探させてたってことなのかな。なのかな、やっぱ呪詛玉探してたんじゃないのかな。ああ。って思うけど。つまり最近多いあんま信用できないタイプの霊能者だね。なるほどね。さあ。なんと失礼な。用がないならば私はこれで。あ、そうだ。なんかあるの？画明堂さん、霊具にお詳しそうなので、一つお伺いしてもらえると助かるのですけど。なんでしょうか。六名簿院の書っていう古文書をご存じないですか？土帝聖満っていう陰陽師の末裔の人でもいいですけど。なんですと。クロズズ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 、なぜそれを。動揺しすぎ。知ってるんですか。いえ、なるほど。それを追っているというからには。お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 。これは長沢さんじゃないか。長沢さんなんか？じゃあ、ちょいと、ないか？今度は痛い気な女子学生を拉致するつもりかい？やめときな！え？おい！わお！来ちゃー！やあ、弓岡さん。
またあんたに会えて私は嬉しいよ。吐きそうになってる。長沢真由、なぜここに？長沢？こっちの探偵さんたちに助けてもらったのさ。世話になったね。なに、ちょうど僕らもまた飛躍さんに用があったからね。ご一緒させてもらってもいいかな？お、割と追い詰めてんじゃないのこれ。大集合や。てわけだから、ちょいと乾かしてもらえるかい、飛迫の弓岡さん。話によっちゃ警察沙汰にはしないどいてあげるからさ。飛迫の？どういうこと？いやですね。まあ断るって流れはないよな。そこのお嬢さん方も無関係じゃなさそうだし、よかったら一緒に来るかい？わあ、なんか主人公たちが集ってる感じにして勢揃いしてきてる。うん、いいね。はい。いやですよ、非常にいやです。弓岡みんなに追い詰められとる。どうだい、壮観だろう。あんたに事情を聞きたいってやつがこれだけ揃ってどこまで黙っていられるかね。んじゃ、観念して知ってること洗いざらい白状してもらおうかね。うんうん、むーって言ってる、かわいい。ユミオカ一番かわいいキャラか。いや、鉄夫ちゃんといい勝負だな。いい勝負してるな。ねえ、6月だって笑っちゃうね。笑っちゃうね。あ、おもろ。さて、周りから聞いていきたいね。うん、うん、こちらは探偵さんの依頼主だってことだけ紹介されたけど、なんかすごい大人って感じが強い。あたしらガキなんて相手にしなそう。あなたも部外者ね。え、いや、まあ確かに付き添いです。私も邪魔しないようにしましょう。あ、はい。ああ、いいですね。ミオちゃん、こんな状況でもケロッとしてるのすごいな。大人の中に混じって何かをするってのにも慣れてる感じだ。貫禄あるよな。ね。すみません。まさか画明堂さんが飛迫の関係者だったとはつゆ知らず。だったらお伺いしたいのですが、6名簿を手に入れて荒石先生に渡したのは、飛迫の山森さんの仕業ですか？いやですね。いいえ、それは違います。あ、そっか、ごめんなさい。画明堂水源先生の仕業ですか？そういうことではありません。イコールになったな、なんか、やっぱり。六名簿については、荒石から聞いて初めて知りました。そこで山森が内容に興味を持ったので、研究とその成果に対して報酬を払う契約を交わしました。え、じゃあ、霊野祭を起こして七不思議の呪いを呼び覚ましたのは？そちらに関しても私どもは誓って関わっておりません。いやー、なんかここまで来るとね、ここがラスボスって思うのはもうストレートすぎる気がしてさ。私は陽子ちゃんを疑ってるんだけど。陽子ちゃんな、だってあれから一切出てきてないんだよ。確かにね。昨晩0時に何かが起こるということだけは荒石から事前に聞いておりましたが。おい、そんなわけないだろ。そうやって言い逃れしようってのかい。おっと、怖い。ああ、暴力はいけません。ブルブル。あ、待って、ヤッコちゃん大丈夫。実は
飛白の女帝が画明堂さんだったと知った時点でそんな気はしてたの。あの人、そこまでの霊感は持ってないはずだから。なるほど。いささか屈辱的ですが、それが証明になるのならば。なんだ、神通力ってのはやっぱりハッタリだったのかい？霊感はゼロじゃないとは思うけど、だったらここにいるヤッコちゃんの方が強いかな。そうなの？あとはこの公園に残ってる霊力がさっきから気になってて。うわ、金絞り公園？金絞り公園。ここで亡くなったって人、相当強い霊感を持ってたんじゃないかな。大きいえ。大きいえ。飛白の関係者ならそっちの人を担ぎ上げてた方が良かったかもね。ほう、なんと。大きいえ将軍はそんなにも。ともあれ、六名簿を世に広めて霊野祭を起こした黒幕は飛白じゃなかった。それは間違いなさそうだね。そっか。おごぽご？おごぽごか。7年前だかって言ってたっけ？亡くなったの、うん。相当力が必要って話ではあったもんね。うん。あと、六名簿院の書についてもご存知なんですよね。六名簿で蘇りの秘術の研究をしていたのなら、院の書についても調べてたはず。そうですね。六名簿だけでは最高の集め方がわかりませんでしたので。独自にいろいろと探っていたようですけど、どこまで知ってます？あ、私だった。父帝聖満の末裔がどこの誰かとか、画明堂先生の人脈で突き止めてたりしません？それは。なんかここがすごいストーリー進みそうだから他を先に調べよう。そうやな、うん、さっき軽く紹介してもらったけど、この派手な人は私立探偵らしい。ドラマだけだと思ってたけど、私立探偵って本当にこんな濃い感じなんだな。特殊やと思うけどな、リヒタは。確かに。さて、僕はこちらで待っている送り表紙儀の呪詛玉を約束通り私に来たわけだけど。リヒタさん、この状況で緊張してる？人が多いんでね。呪詛玉？それはありがとうございます。思っていたよりもギリがたい。その前に、そちらで持ってるっていう呪詛玉について聞いてもいいかな？何の話でしょう。なんかいっぱい持ってるみたいな話だったよな。さっきの話では飛白さんで呪詛玉を6つ回収済みだと言っていたね。6つも？それはどの七不思議の呪詛玉なのか確認させてもらってもいいかい？なぜその必要が？もちろん信用できないからさ。本当に回収しているのなら、それがどの呪詛玉か皆の前でもあげられるはずだが。こっち見んな。めっちゃ目合うわ。今めっちゃ目合ったな。まず置いてけぼり。おう、いいぞ。それからあと送り提灯はそちらの長沢真由が持っていますね。ああ、そうだね。あんたがそう仕向けたわけだ。でも悪いけど、ミスミスあんたに渡す気なんじゃないよ。まあね。こいつはそっちの分として勘定しないでくれ。なるほどね。それからあとは荒石に持たせていた消えずのアンドン。まあこちらで回収済みですが。そうか。
それも実質非白の手の内って認識だったわけか。まあいいだろう、これで3つだ、うん、あと3つは、あとは、あ、足洗い屋敷と落ち葉なきし。え？それからバカ林でしたか。ああ、大嘘つきめだ。そうだが、どうだい、窓を任せる。違います、その3つは堤警部のところです。バカ林は私が直接渡したので間違いないです。というわけだよ。残念だったね、三岡君。嘘がバレちゃったね。君の言った前提が虚偽だったならば、僕が約束通り呪詛玉を渡す義理はないだろう。最初から盛らずに話しておけば。つまりそっちにある呪詛玉は置いてけぼりのみということか。となると、ここ金絞り公園で死んでいた青年もそれで殺したと。自分のところの従業員に何ともひどいことをするものだね。置いてけぼりも持ってないんじゃないの。持ってなさそうよな。ね。いえ、それは違います。正直に申しましょう、私どもは呪詛玉は一つも持っておりません。せやろな。何？もちろん、蘇りの秘術が必要でしたので、あらゆる方法で再婚を集める想定でしたが、人殺しまで自分たちでやるのはあまりにもリスクが高い。あくまでどなたかに再婚を集めていただこうと考えておりました。おう、まあ、やっぱりその結論にたどり着くんだね、みんなね。ですので、私自身は呪詛玉は持っていないのです。まあ、なしってもう出てたもんな。いずれ受けたら欲深い連中に回すつもりでいましたから。なんだと。それに置いてきぼりは大きい証拠が手に入れた可能性はありますが、私がそれを知ったのはすでに彼が亡くなった後のことです。そんなバカな、この後に及んで言い逃れをする機会。たまたま飛白の従業員が呪いを受けたとでも言うのか。まあ嘘じゃねえんだよな。信じようが信じまいが、それこそが真実です。おそらくは何者かが沖江翔吾の呪詛玉を奪って、それで彼を殺したのでしょう。置いてけぼりが今どこの誰の手にあるのかは全く把握できておりません。ほうほう、まさかそうきたか。では根島文親に入れ知恵して呪詛玉を手に入れさせたも飛白ではない。根島、私どもが取引しているのは岩井と荒石だけですが。おっと、なるほどね。陽子ちゃんって20何歳とかだったよね。で、20年以上前の根島事件のあれで生まれたのが陽子ちゃんとかなのかな。その篠さん、もともと篠さん、そうなのかな。なんかね、ここでさ、その飛白がさ、根島とつながってないんだったら、どこでどうつながったんだって話になってきて、なるから、としたらもうその置いてった赤ん坊が育って、陽子ちゃんなんじゃねえかなって思うけどな。他の人は大体もう素性が分かってきてるもんね。
あと残りその登場人物でこの全体とのつながりを考えるのであれば一番浮いてるのそこしかないわ。そうだよね。あやめちゃんはだって、うん、あの警部の、そうそうそう、哲夫ちゃんのね、うん、娘ちゃんだし、娘やし、そうそうそう。ってなると一番浮くのはそこしかない。うん、まあ奥田ちゃんとかは全然そんな感じじゃなさそうだしな。うん、まあでも周辺の人物の関係はもうね割れてるから、ね、そうだよね。まゆちゃんとよしみ追う必要がないのかな、うん、ここだよ、うん、おごぽごおごぽが、うん、これその幼い頃から他の人には見えない何かが見えていたっていうのがさ、その霊感がそもそも強くて、うん、しかもそう、黒魔術によって転生したのであれば霊力があるのもなんかうなずける感じしない？なおさらやわな。ねえ、おー、どんどん怪しくなってきたぞずーっとここにいますけど。いや、デスゲームとかでもそうなよな、一番最初に現れるキャラクターが一番怪しいね。ね、ひゅー、つながってきた。あの、残りの呪詛玉のありかもつかめていないのでしょうか。あと上がってない、津軽の太鼓については。お、いい質問だ、ミステリアスなマドマーゼル。そちらについても私どもは把握しておりません。津軽の太鼓、確かに、あれ誰だ、結局一家も出てきてないよな。そうだね、呪詛玉についてはこれでいいでしょう。もう何も話すことはありません。うん、ずっと口とんがって喋ってそうなのが可愛いなさて、この人が長澤真由さん、よしみって警察官の婚約者の人だよね。後で奥田ちゃんのことちゃんと話しとかないとな。こっちとも話しとくか。じゃあ私から単刀直入に聞くけども、よしみはじめをやったのはあんたらかい？それは違います。それも違うんだ。今さらとぼけんじゃないよ。じゃあ誰の仕業だってんだい。そこまでは知りません。私どもが吉見一の持つ情報を狙っていたことは事実ですが、それを得る前に何者かに殺されてしまいましたからね。うん、だからやむなく長澤様をターゲットにいたしました。なるほど。ちで、私はまんまと吐かされた上に呪いまで受けさせられたってわけかい。そうなりますね。あー、まさか脱出するとは。飛ばしちゃった。まあいろんな奇跡があってどうにか出れたんだけどね。いやー、私のおかげですよ、ケロベロス様。いや、我らケルベロスのおかげだぜ。地獄の番犬だからね。地獄の番犬から。うん。で、初めの持ってた情報って、あれは一体何だったんだい？うむ。今さらしらばっくれよってのかい？集団リンチだ。しかし。ち。そうか、これいろんな話が同時進行になってしまってちょ、じゃあ一応読みようか、調べるか。わかりやすく動揺してるな。どうすれば知ってませんけど、どうすればこの状況から逃れられるか必死に考えてる感じが逆に見苦しいというか、見苦しいって異名か、走っちゃう？うん、うん、ああ走った、本当に走りすぎて吐きそうになってるこれ酸欠になってる。どこから話聞いてこう、なんかここ重要そうだったんだよな。でも全部重要なんだよな。うん、まあじゃあ長澤さんからでいいか。まあいいさ、一旦他の人の話も聞こうか。ああ、オッケーオッケー。で、リヒタさん、あの、探偵さん。なんだい、マドモアゼル。あなたの持つ呪詛玉ですけど、
できれば手放していただけると。ああそうだね、このような危険なものはむやみに持ち歩くものではないからね。だけど残念ながらそれは今はできないんだ。どうしてでしょうか。ああそうか、知らないんだね。じゃあそちらの飛白さんにも教えてあげよう。ん？きっとまだ誰も試してなかったのだろうけど、そもそも呪詛玉は普通の人には譲渡できないようなんだ。ほん？普通の人、普通の人、それが霊感絡みなんか。ああじゃあ霊感がある人には受け渡しはできるのか。まあ少なくともないと、うん、だからそのあれじゃないの、呪詛玉に込められたさ、その恨みとかの記憶に触れることすらできひんってことなんじゃないのかな。なるほどね。霊感、確かに今まで受け渡ししてきたのって、まあ哲夫ちゃんとかと、それからまあ美桜ちゃんが持ったりしたらなんか嫌な感じみたいな感じの話だったからな。ああそれあるね、多分ね。え？何ですと？実はさっきこちらのマダムと試してみたのだけれども。まあそうね、リヒタさんが持ってることにしようって話だったんだろうねきっと。うん。ただ呪詛玉を他人に渡してもやがて貸し主の手元に戻ってきてしまって、貸し主が映ることはなかった。考えてみれば最初も貸し主の手元に勝手に現れたものだから当然とも言える。確かに気づいたら手にあったみたいな話だった。持ってたわな。ねえ、でも堤警部は他の貸し主から呪詛玉を回収できてますが。身体におったもんな。うん。であればそれはきっと堤警部が貸し主だったからだろう。あやった、確かにそうやったよね。そもそもはこう嘘ついてる人、まあ誰かが嘘ついたらその呪詛行使できるってやつを持ってたよね。できるってやつやもんな、うん。じゃあつまり呪詛玉の譲渡は貸し主同士でのみ可能で、呪詛玉だけを手に入れても貸し主になるわけじゃないし、呪詛も使えない。あじゃああれなのか、そもそもその霊感がどうのというよりかは、うん、貸し主になるかどうかっていうのが条件なのか。なるほど。あ、ん？じゃあ当のあやめちゃんが持っていけたのはなぜ。だからまあ貸し主に選ばれたんじゃない。うん、それかあれか、貸し主自体が死んだから。そうそうそう、次の貸し主を求めて選ばれたのが当のあやめやった、うん、とか、もしくは津軽の太鼓を当のあやめが持ってる。持ってる。確かになんかあれじゃない、あのねじまのさ死に方さ、めっちゃオーダーされてたやん。ああだから太鼓みたいに、そうそうそう、どんどこどんどこ叩かれたみたいなさそう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 、フルコンボだとそうそう、そんな感じだったのかな。なるほどね。思ったり、ドンカツされたわけね。うん、その通り、こいつは言うほど危険な代物じゃなかったわけだ。はあ、伊白さんがやろうとしていた呪詛玉のみを回収するという思惑も、貸し主じゃなかったのなら残念ながらそもそも不可能だったということだね。くそ、洗い締め。そのくらい試しておけ。ブツブツ。ヤコちゃんの呪詛玉を受け取れないように感じたのもそういうことだったのか。ああ、そういうことね。そうか、なんか拒否されてる感じみたいな話だったな。うん。さっき借りた時もすぐ返しちゃったし。というわけで、ミステリアスマドモアゼル。これは後で堤警部に直接渡しておくよ。堤警部をご存知ならそれでいいと思います。ありがとうございます。っていう話ではもちろんあるんだが。じゃあ、ミオちゃんの話か。考えとく？確かに、大勢の大人が一人の大人を囲ってる光景ってなかなか壮観だな。うん。
やめてください。男女それぞれで6人？うん？違うわ。5人で囲んでんのか。5人で囲んでんの。まあ怖いわな。土帝聖満の末裔がどこの誰かとか、画明堂先生の人脈で突き止めてたりしません？それは。じゃあ画明堂先生がインチキで霊感がほぼゼロだってこと世間にばらしますけど。わかりました、観念しましょう。こちらで独自に調査した結果は、土帝聖満の末裔とはよしみはじめでした。へえ。なんだって？え、なんかさ、うん、それ系の話してたやん。あだから、あのお守り、はい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 、なんかよくわからんけどお守りをこう受け継いでるみたいなさ。そうだそうだ、その話してたな。そうそうそう、陰陽師と関係あんじゃないみたいな。あー、ここでつながるのね。ふんふんふん。じゃあそれが目的で始めをつけ狙ってたってわけかい。ただし、吉見一が持っていたのは片割れのみです。うん。片割れ？確かに、あいつは古文書の片割れとか言ってたね。六名簿院の章の秘蔵の場所、秘蔵場所は二つに分けられたお守りに隠されて代々受け継がれているようなのです。うん。あ、お守り。なるほど。一つは吉見はじめが持っていたはずですが、きっと殺された時に奪われてしまったことでしょう。もう一つのありかも吉見なら把握していたのかもしれないので。それであいつが受け継いでいるものについて私から聞き出そうとしたわけか。あれ、奥田ちゃんが今お守り持ってるって話じゃなかったっけ？持ってるんじゃなかったっけ？そうだよね。だから一応片方は守られてはいるわけか。ってなったら奥田ちゃんが今危ないけど。危ないね。死なないでほしい。はじめが最近面倒を見てたって子が持ってたってやつだね。あ、道代ちゃんのお守りだ。はい、白石道夫もまた土帝聖満の末裔だったんでしょう。父親の形見として持っていたお守りが、それだと長座の記憶をもとに探りました。しかし白石道夫はすでに亡くなっていたわけか。まあ1週間前ですからね。はい、くしくも岩井と近い関係の子だったので、そこから探り合わせようとしたところ、岩井も死んでしまったわけか。それは途方に暮れたことだろうね。飛躍のなんか陰謀、何もかもうまくいってないな。うまくいってないな。ジュソ玉も回収できんねえ。何もできんやん。ちょっとかわいそうになってきたわ弓岡が。うん、なるほど。じゃあ、ミオちゃん、そのお守り二つを集めれば。うん、六名簿院の書のありかがわかるんだね。答えは案外近いところにあるってやつだね。東大元暮らし。うん。手に入れる難度は近いかどうかわからないけど。なるほどね。なるほどね。うん。で、さらにミオちゃんから聞けそうだね。ヤコちゃん、二つのお守りのありかについては、今は黙っておこう。あ、そうだね。わざわざ弓岡に教える必要ないか。キッチン。キッチン。危ない危ない。口走りそうだったよ、弓岡が可愛くて。どうも。さて、こいつに聞きたい話はこんなとこかね。素直に話してくれたから、今日のところはこれで勘弁してやろうか。ありがとさん。
もういいよ。しかし、そちらの情報も…ん何ごたごた言ってんだよ。もう用はないよ。さっさと消えな。シッシッかわいそう去ってった犬やったわね、かわいいな、クーンってクーンじゃなくてクーンじゃあ僕たちも用は済んだからこれで失礼しようか。そうね。あの探偵さん、呪詛玉は必ず。もちろん、約束通り堤警部に直接渡しておくよ。いや、弓岡に渡さずに済んでよかったわ。さ、帰ろうマダム。これで僕らも厄介な呪詛から解放だ。いい、いいね。いい芝居じゃないか。伸びましたから。ね、うーんって。あの探偵と夫人、気をつけて、気をつけといた方がいいかもね。そうですね。え、なんで？なんか企んでる気がするよ。私はただの勘だけどね。うん、結局あの探偵さん何がしたかったのか。呪詛玉の情報を得るのが目的だったならちょっとまずいかも。ああそうだ、私も呪詛玉っての渡されてたんだけど、送り提灯。あーはい、できればそれも使わずに堤警部に渡したいんですけど。ああ分かった、後でその警部さんに会わせてくれれば渡すよ。私もさ、このまま持ってたら変な気を起こしちまいそうだからね。そうだって、呪詛玉って持っただけでさ、こう憎しみとかそういう憎な憎的なものがこうめっちゃ増えてさ、動かされるみたいな話もね。それをこうよしみはじめとの絆がさ、ねえ抑えてくれてるっていうのがいいですね。でかいな、いいで、あ、そうだ、長澤姉さん、ちょっと大事なお話が。ね、姉さん言うよね。ああ、びっくりした。姉さん？奥田ひとみってこう知ってますよね。なんだって、はじめのお守りを奥田ちゃんが預かってるって。そうね。はい、よしみさんが事件の直前に慌てて預けたみたいで、おそらく何か急な危機を察して頼めたのがその時一緒にいた奥田さんだけだったのかと。そっか、そいつは面倒かけちまったね。やっぱりはじめはそのお守りを狙う何者かにやられちまったわけだ。でも預かってくれたおかげで奪われずに済んだわけだよね。奥田ちゃんには感謝しないと。あの、それで私たちじゃそのお守りを渡してもらうのは難しいと思うんで。ああそうかもね、はじめとの命は張った約束じゃ。で、あんたたちはそのお守りが必要なんだね。はい。私としてはそのお守りを餌にして、はじめをやったやつを踏んづかまえてやりたいところなんだけど。お願いします、必ず黒幕は突き止めます。おそらく相手は霊術を扱える人間です。私たちに任せてください。はい、絶対ヒットライトやります。おやおや、そうか、いい目をしてるじゃないか。若者のそういうやってやるって目に私は弱いんだ。じゃあニック機はじめの敵炙り出してとっちめてくれるかい。はい、やってやります。私これでもだいぶ怒ってますから。
肉弾攻撃が通用する相手だったら私がやってやります。かっこよすぎやろさあ頼もしいね。じゃああんたたちに任せるよ。ポニテが跳ねてますね。じゃあ奥田ちゃんのいるって場所に行ってお守り預かってくればいいんだね。でもお守りはもう一個必要なんじゃないのかい？はい、白石さんが持っていたものもだいたい見当がついてるので。そっちも堤警部に確認なので高校に行って呼んでもらおう。オッケー、じゃあ行ってくるよ。高校で待ち合わせでいいね。よろしくお願いします。いや、だいぶして進展したんじゃない？ねえ、おお。増えたね。増えましたね。で、あるよな、カイ・リヒタとアレさんの最終手段。うわー、ちょっと最後に一枚噛んできそうな感じがするところが厄介やけど。そうだね、そこをどう丸めるかよな。うん、あとヨーコちゃん、ヨーコちゃん、いや、そろそろ上がってくるんじゃない？ヨーコちゃんと思ってんだけどね。え、ここどうなるんだろうね、まだ残ってんだよな。そう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 、だからその他でなんか動かすことで変わるのか、うん、かな。でももう未来の話しかないんだよな。ないよな、うん、だから一応こっちで詰まった時にここでなんかすることができるのかもし、うん、れないな。変化があるかもしれない、うんうんうん、じゃあ次回はどっちから見ようかね。ちょっと考えとこうか。うん、そうね、うん、考えといていいかも、うん、じゃあ、まあ、全然最終手段から行って、うん、決戦前行くでもいい。そうだね、なんかここ大集合してるしな、うん、うん、じゃあ次回は最終手段からやりましょうか。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。読みよっか、可愛かったよ。サンキュー。